どうしても油物をやるから、椅子とかテーブルとか、まあ換気扇とかね、エアコンのとこはやっぱり普通に使えるしね、まあ、そういうことは多いですね。鉄板は掃除が楽になった。で、仕上げの拭き取りなんかもすごく楽になったし、翌日その初めて火入れて焼くときに仕上がりっていうかね、鉄板のノリがいい感じがする。それはなんかね、今までのやつと違うのは感じてるね。